皆さん、フローリングの傷どうしますか？張り替えますか？補修業者さんに依頼しますか？それとも諦めますか？いいえ、今フローリングは自分で簡単に直せるんです。まずはじめに傷箇所の掃除を行います。重点作業をきれいに仕上げるためには下地処理といった補修箇所の掃除が重要です。仕上がりに大きく差が出るため、まず最初に傷の下地処理を行いましょう。フローリングのえぐれてしまった部分は傷部分が毛羽立っています。これをバリと言います。このバリをカッターやサンドペーパーできれいに取り除きます。次に柄先の丸いもの、例えば不要になった歯ブラシの柄先などで傷の縁をなだらかにしていきます。密着性を良くするためスティックを充填する前にスチールウールで傷口をこすってください。ホットナイフのスイッチをオンにしボタンを押すと通電します。ホットナイフの小手先でシェラックつや消しを溶かし取り傷口に埋めます。一色で合わない場合は他の色のシェラックつや消しを溶かし傷口の中で混ぜ合わせて色を整えます。色が合わない場合はこの作業を繰り返してください。少し盛り上がるくらいで OK です。へこみ傷の場合はシェラックつや消しのクリアスティックを使用することで目立たなくなります。この作業を行うにあたりホットナイフの金属部分は大変高温となるため補修作業の際には十分に火傷にご注意ください。小手先に残ったシェラックつや消しはウエスや布切れなどでしっかりと拭き取ってください。これからゴシゴシスクレーパーを使い補修部分を平らにします。シェラックつや消しは傷口に埋めてからおよそ15秒から20秒で硬化します。盛り上がった補修部分にゴシゴシスクレーパーのギザギザ部分を当て前後に軽く動かし擦るようにしてシェラックつや消しを削り取ってください。最後にスクレーパーの先端部分で補修部分を平らに整えます。へこみ傷でのクリアスティックの場合も同様です。へこみ傷の場合はクリアスティックを埋めて表面を平らにすることで光の屈折がなくなり目立たなくなります。最後の仕上げとして途切れてしまった木目かきやツヤ調整を行います。必要に応じて木目ペンで木目を描いていきます。指で軽くなぞりぼかすと自然な木目を描くことができます。もし濃く描きすぎてしまった場合はスチールウールで濃さを調整してください。